こんにちは、あふみです。本日はですね、昨日かな、屋上チャレンジが終了したということで、そちらについてのご報告の動画となります。まあね、もう屋上のね、動画が上がってない、フミパズで上がってないというところで察している方もいらっしゃるとは思うんですけども、屋上チャレンジクリアならずでした。まあちょっとね、悔しいところもありますね。あと最終日にね、ちょっと予定が、前々からの大事な予定がありまして、ちょっとその日一日中パズドラを触れなかったっていうのがあるのもまあ悔しいんですけど、まあでもね、結構動画外でもちろん、挑戦はしてて、まあ、それこそ最初はね、ちょっと、まあ、始まった当初は本当にね、まあ、ウルトナぐらいしか私のボックスで活躍できるキャラがいなくって、まあ、ウルトナかなと思ってたんですけど、まあ、なかなか、まあ、サブがね、なかなか難しくていけないっていうところでちょっと諦めかけてて、だけど、ゴッドフェスでグランエルブがね、その後出たのかな、アグリゲート狙いでグライルブが出たので、まあ、そこでちょっと気持ちを持ち直して、屋上を頑張ってはいたんですけど、まあむずい、マジで難しかった。で、今パーティーがね、画面に出てると思うんですが、このパーティーで一応ね、挑戦しておりました。ちょっとね、ツイッターでお見かけした編成を元に、組んでおりまして、まあ、火力持って HP も持って、まあ、耐性とかもねあって、結構いいパーティーなんですけど、まあ、一番私がむずいなと思ったのは、もちろんパズルもなんですけど、回復力かな。まあ、このジョイラでね、結構回復力持ってはいるんですけど、まあ、それでも追いつかないところがね、まあ結構あったかなっていうのと、あとジンとかに弱かったり、まあ、一応ねカリンドラゴン生成はできるんですけど、結局3個ずつじゃ火力が足んなくて抜けないとか、まああと普通に5、4番目にされて対処できなくて欠損とか、まあ、変換されて欠損とかが多かったかなという印象ですね。ちょっとまあ私のパズル力のせいっていうのももちろんありますけど、マジで屋上は難易度激高だったと思う。まあ、一個前のね、協調とかもね、結構難しいって言われてたと思うんですけど、まあ、頑張ればいけたんですよ。私も協調は割と早めだったかな。ちょっと、まあ、ちょっと曖昧ですけど、まあ、ウルトナでクリアできて、まあ、一応ね、称号取れているんですけど、ちょっと今回はマジで早めに心が折れましたね。あと出てくる敵によっての本当に運ゲー、そこは大いにあったかなと思います。だから今回の称号に関しては、まずキャラ、リーダーですね、マーグリゲート、グランエルブ、まあ、ウルトナでもいけると思うんですけど、あとナツルウルザとか、まずこの辺の強いキャラを持ってることが前提で、でサブもしっかりと、まあ、パーティーによりますけど、激減とか軽減ループとかが荒れるキャラがいて、まあ、さらにね、武器で HP 漏れたりして、その上で、時間内に、パズルを完了できるというパズル力が必要というね、かなり厳しい称号チャレンジだったなと本当に思います。まあ、運営さん側も運営さん側で、まああんまり簡単な称号出してもっていうところはもちろんあると思いますし、まあ協調がね、まあ協調も協調で難しかったので、まあその上を行くとなったら、ああいう風になるのかなっていうのは想像できるんですけど、まあ、これだけね、難易度を上げられちゃうと、次回のチャレンジもなかなかこうやる気にならないというか、あーどうせ難しいんだろうなみたいなところになっちゃうかなってちょっと思いはしましたね。まあでもこの辺のなんていうの、感覚というか、調整は本当に難しいと思います。簡単にしても簡単すぎだろって言われるし、難しすぎたら難しすぎだろって言われるし、本当にちょうどいいところをね、間を縫うっていうのは、まあ、そのプロの運営の方々でも本当に悩ましいところなんだとは思いますので、まあ、別にそんなに責める気持ちはないんですけど、本当に難しかったです。はい。まあ、別にね、別にまあ称号
コンプとかしてるわけじゃないので、まあ全然まあしょうがないかという気持ちではあるんですけど、悔しいは悔しいですね。せっかく協調取れたんで、まあ取りたかったんですけどね。まあもしかしたらね、もう一回なんかチャンスある可能性はあるのかな、わかんないけど、なんかあったよね前、同じ称号を配りますみたいなやつ、魔王かな、ちょっと忘れたけど、なんかあったと思うんで、もしかしたらねまたチャンスあるかと思うんで、まあその時にはねまた頑張りたいと思います。あのフレンドさんでね、この協調チャレンジのためにキャラ出してくださってた方もいるので、本当にそれに関しては本当にごめんなさい。ちょっと固定でね出してくれてたんですけど、クリアならずでした。まあでも無課金でね、これだけまあこうやって編成が組めて楽しめてるっていうのは本当にありがたいので、まあちょっと限界は、無課金の限界は感じつつ、でもこれからもちょっと楽しめたらいいなと思っております。皆さんはどうでしたかね、屋上チャレンジどんだけクリアできたのか、ちょっと気になりはしますけどね。ランク1000ユーザーの中で何パーセントクリアしてるのかと、全ユーザーの中で何パーセントがクリアしてるのかとか、そういうデータちょっと気になるけどね。まあ公開はしないんでしょうけど、さすがにあれはマジで本当にキャラが揃っててもパズル力ないと全然無理なんで、プロとかでも結構ギリギリだったりしてる生放送とかねお見かけしたので、まあ相当厳しい戦いだったんだろうなとは察しますね。はい、ということでね、今回はまあ屋上クリアならずというご報告でした。まあちょっとお話しするだけの動画になっちゃったんですけど、まあコメントでもね来てたし、屋上クリアできましたかっていうコメントも来てましたし、気になっている方もねもしかしたらいらっしゃるかなと思いまして、動画を撮りました。まあちょっとグランエルブ引けたのにクリアできなくて残念ですが、また次の称号はね頑張って取りに行きたいと思います。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価も、ぜひよろしくお願いします。それではさようなら。